私はモーターサイクルジャーナリストの佐川健太郎と言います。あとはその気持ちのいい風を感じながら海岸沿いを走ったりとか山道をワインディングをツーリングすると、そういう時にもやっぱりスポーツっていうのを感じられると思うんですね。ですから一番大事、バイクライディングで一番大事なのはやっぱり安全なんですね。私は仕事柄のジャーナリストなんで、そういう最新のBoschのシステムが入ってるバイクにたくさん乗ってますので、私としてはまあ期待している、楽しみだなというところですね。アドバンストライダーアシスタンスシステム、通称アラスは、レーダーセンサーを使った安全運転支援システムです。まずは ACC、アダプティブクルーズコントロールのデスですね。コーナーでは安全のために少し速度が落ちるような設定になっているんですね。前走車近づいてきました。はい、おお、すごい、自動的にスピードが落ちてます。では衝突予知警報ですね。はい、加速していきます。前走車、おお、はい、ブレーキっていうね、三角形の赤いコーションマークが出ますね。距離にして2、30メートルくらい手前ですかね。次は、四角検知。はい、四角に入りました。はい、ピカッと赤いランプが今光りましたね。非常に分かりやすい、シンプルなシステムですし、非常に安全効果も確認できたので、私としては良かったなと思いますね。バイクの楽しさっていうのはスポイルせずに、より安全な、バイクライフというか、そういうのが訪れるんじゃないかな、訪れてほしいなと思います。